こんにちは。オーベルジュチャンネルヴィンテージ編の第4弾です。今回のテーマはこちら、言わずと知れたアメリカンニューシネマの金字塔、タクシードライバー、1976年のこちらの映画になります。このタクシードライバーというこの映画は、皆さん大好きな2つの、伝説的な、ミリタリーウェアを、主演のロバート・デ・ニーロが着用しております。一つがこの、第二次世界大戦の時に、活躍したタンカース、映画フューリーなんかでもね、着ているこのいわゆる戦車乗り用の、ジャケットになります。こちらが一つ。あともう一つが、M65 のセカンドと言われているアルミジップの、こちらのタイプ、この2つが、劇中登場する、2つの、ミリタリーウェアとなります。自分がこの映画をずっと見てきて、全くいわゆる古着目線でからすると、あ、タンカスだ、あ、 M65 だ、まあ、そのぐらいの、ね、認識で、いたんですけれども、よく何度も何度もこの映画を見ていくと、なんででもロバート・デ・ニーロいきなりタンカスなのかな、40年代の服を着てるのかな、でなんでこうモヒカンになっていわゆる自分なりの精細を世に加える、まあ、意識した瞬間にいきなりこの65年の65、これを着るような、風になったのかな、まあ、こんな風な疑問に駆られたわけなんですよね。そしていろいろ調べてみると、まあ、この映画、監督はマーティン・スコセッシ、当時、主演していたこの、76年の段階で、ロバート・デ・ニーロ33歳、スコセッシが34歳、ほぼ同い年なんですよね。でなんか、まあ、ちょっとね読んだ話なんですけれども、映画撮影中本当にスコセッシとデ・ニーロは友達で仲が良くて、2人対多数みたいな状態でずっと撮影が進行したなんて逸話もあるような、まあ、そんなような状況だったらしく、でじゃあこの、衣装なんていうのもね、2人でなかなか相談して決めていったのかななんてことも、推測されるんですけれども、まず最初にこのデニーロが着ているタンカース、こちらのお話からなんですけれども、最もこのブルゾンが着られたのが、第二次大戦の、ヨーロッパ戦線ですよね。ちょうど、ノルマンディーからアメリカ連合軍が上陸して、東から来るドイツ軍と対峙するという、その時の、戦車部隊のメンバーが、まあ、着ていた、戦争のフューリーなんてね、あの頃と映画でも出てましたけれども、そこでこう有名になったタンカースブルゾンになります。で、このタンカース映画の中でデニーロ着てるんですけれども、まあ、ずっとねちょっと見ていくと、まあオリジナル持っていたので見ていくと、あれこれタンカースなようでオリジナルじゃないなと思えるポイントが2つありまして、まあちょっとそんなことをねご説明させていただきたいんですけれども、まずこちら、彼女ベッティに、ごめんごめんごめんってこう謝りを、公衆電話から入れるシーン、この時にちょうど後ろのねこの一番アクションプリッツの美味しいところがアップになるところがあります、シーンがあります。そこで見てみると、ちょうどタンカースブルゾンっていうのは袖付けからアクションプリーツの始まるこの止まりの位置まで大体ね3センチぐらい空間があるんですよね。なのにこれ見ていただくと、ちょうどこの袖付けとアクションプリーツの始まりが同じ位置になってるんですよね。これサイズのグレーディング云々じゃなくて、これありえません。必ず、どのサイズであっても、アクションプリーツの、止まりは3センチは空くので、あ、これオリジナルじゃないなと思ったのがまず第一点。まあ、続きまして、ベッティおすすめのレコード屋さんに、デニーロがトラビスが買いに行くシーン。ずっとレコード見てる時にたまたま前のブルゾンの前がパタッと倒れる瞬間があるんですよね。そこで見えるのがねこのワインレッドのキルティング。これもありえません。オリジナルはこのウールの縮地をした生地が表コットンなんですけどもね、コットンに対して、こう月々に、剥がれたこんなような仕様になるんですけども、こうパタンと寝た時には、このワインレッドはつかないんですよね。
まあ、この2点から、ああこれはオリジナルじゃないんだな、完全に衣装さんが作ったんだなってことが、分かりました。でさらにちょっとこの辺研究している友達から聞いたところによると、当時で3着作られたそうです、このタクシードライバーの映画のために、というのが、自分の知り合いの仲間の、伝説になっております。まあ、多分本当なんでしょうね。この映画の、ファッションという見方に対してちょっともっと一着一着のディテールじゃなくて総合的なところのお話なんですけれども、実はコスチュームデザイナーというクレジットがエンドロールで流れてきます。コスチュームデザイナーアーサー・モーリーという女性の方らしいんですけれども、とにかくこの映画自体のをファッショナブルな部分といわゆる暗いニューヨーク の, タクシードライバーのこう影な部分っていうのをファッションの切り口で対峙させようという試みがなんか色濃く見えるんですよね。まあ、例えばこの働くベッティの会社のこのシーン、なかなか派手ですよね。このベッティちゃんのこの可愛いワンピースもさることながら、この男のこの服ですよね、ちょっとこうベッティにちょっかい出す同僚なんですけれども、これに対してやっぱりこのデニー色のこのちょっとうだつが上がらないような感じの、いわゆる70年代からしてみたら、6、5、4で30年前のお父さんが着ていたブルゾンですよね。もうこのタンカースというものはね、まあ、そんなものを着て寝るシャツを着てっていうのと、この彼のこのピンクのシャツにジレを着て、ネクタイがワイン、もうこの対比ですよね。これがだから、バリバリ働いている人たち、イケてる最先端の人たちと、心にちょっと傷を負っている、ベトナム機関兵の、トラビス、この対峙をファッションで色濃く出そう出そうというのがまずベースにあるように感じます。じゃあこのタンカースブルゾンに対してなんでこれは40年代の服を着せなきゃいけなかったのかな、その辺の推測をちょっとオーベルジュチャンネルとして考えてみましたので、ちょっと今お話していきたいと思います。先ほど申しました通り、ロバート・デ・ニーロ33歳、マーティン・スコセッシ34歳という、ペアでこの撮影に入りました。この2人の年齢を、逆算するとちょうど、若い頃、例えば中学校高校生ぐらいの時に、彼はどんなテレビを見てたのかな、まあ、そんなことを思ったわけですよ。となると出てくるのが1962年から67年までの、コンバットという、テレビドラマ、連続テレビドラマがあるんですけれども、こちらが、その時のちょっと写真なんですけれども、こちらにいるのが、ヘンリー少尉と言って、で身につけているのがタンカースブルゾンになるんですよね。ちょうどこうヨーロッパ戦線の中での、アメリカ軍対、ナチスドイツとの戦いの、連続ドラマなんですけれども、まさに時代的にも、こちらの、服がタンカースが着たヘンリー少尉がいっぱい出てきます。まあ、こんなドラマを多分、一番多感な頃の、デニーロとマーティン・スコセッシ見てたんじゃないかなと思うんですよね。で実際にこの、タクシードライバーのベースになっているこの心の闇、これは多分ベトナム戦争との、絡みが一番強く出てると思うんですよね。ということは、このデニーロとスコセッシにとってみたら、第二次大戦の、戦うこと、ドイツをやっつけることに対して戦争に大義名分があった時の服がこれタンカース。そして、1976年ベトナム終戦宣言の年ですよね。その時にちょうど配給されたこのタクシードライバーという映画、この時の、まあ、最後のシーンで、トラビスが着るこちら M60 を着ますよね。この服はもう矛盾に矛盾を重ねた服だと思うんですよね。この戦い、このベトナム戦争というものは、本当に正しかったのか、我々の、ベトナムという国への介入は正しかったのか、そんなことが、世論の中に巻き起こって、でさらにこうヒッピーだなんだっていうね、いわゆる、反戦のムード、ムーブメントも盛り上がってなんていう、それを象徴するような矛盾を秘めた M65 の服、まあ、そういうふうなこう対立の軸で見ていくと、この大義名分のあったタンカース と、こちらの矛盾を抱えた M65、 この2つを、主人公であるとこのトラビスが着るというのがものすごく深い意味を持ってくるような気がするんですよね。最初に登場するのがこのタンカースのトラビス、そして、もう世の中の悪を全てやっつけてやるって言って、もう体を鍛え、
銃を練習しって言って実際戦闘モードに入るモヒカンのトラビス、そしてラストのシーンはまた単活に戻るんですよね。というのはやっぱり、このベトナム戦争の服を着て、悪を成敗したものの、実際この成敗は正しかったのか、そのまあもう一つ大きなまた矛盾に駆られ、結果彼はどこに戻るかといったら、やはりこの強いアメリカの単活に戻る。これがなんか隠されたこの映画の主題でもあるし、なんと我々がね一番大好きなこの単活ブルゾンや M65 というね、我々男にとっても今マストなミリタリーウェアを使い分けながら、なおかつこの、ストーリーの中ですごい重要な意味を持たせている、まあ、そんなような見方をしてこの映画を鑑賞してみるとまた楽しいような気がします。今日ちょっと自分が着ているこの B15 という服、これも非常にアメリカのミリタリーのウェアの中で面白い展開をした一着なので、またヴィンテージ編次回とか、まあ、ちょっといずれ取り扱ってみたいと思うんですけれども、これちょっとね B15 の、最初期1943年製なんですけれども、実はこれナイロンでできてるんですよね。これ結構幻なんですよね。